今月の9日から11日にかけて45都道府県、少なくとも2165件以上、脅迫が送られてきているということなんです。まずはこの数に驚いてしまいますけれども、はい、小川さん。まあ、今回この送った郵送した住所をまあ使っているわけですけども、まあ、いわゆるよくある名簿屋というものからですね、まあ購入した、もしくは名簿屋から購入したものを誰かが譲り受けたのではないかと思うんですが、